屋の着物着方教室、佐久間です。今回は袋帯を使って角出し結び結んでみようと思います。角出し結びの形はご存知のこのような形ですよ。あら、角出し結び何回も見てるよねって思われた方、そうなんです。角出し結びは本当ね、何回もいろんな結び方アップしております。そしてね、角出し結びっていうのはやっぱり人気がありますよね。着物を着れるようになったら角出し結び結んでみたいんですって言われる方すごく多いです。ですけども、袋帯で結ぼうとするとなかなかタックを取るとこがうまくいかなかったり、そして刈り上げするとこで落ちてしまったりということが皆さんご経験ないでしょうか。先生と同じ帯の長さだとね、まだしもですけど、皆さん帯の長さが違うとそれぞれやり方がちょっとずつ違ってきますよね。今日の方法、お気楽屋史上一番簡単な袋帯で結ぶ角出し結びですよ。お太鼓の部分からこれも作っていきます。どなたがやっても同じ位置に枕、帯締め当てていきますので失敗知らずです。この後実践編で詳しくお伝えしますので、皆さんぜひチャレンジしてくださいね。綺麗な角出し結び結べますよ。それでは、お気楽屋史上今のとこ一番簡単な角出し結び、使うものご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。手の代わりをしてくれるクリップ、今日は3つ使っていきますよ。クリップもね、上手に使えば結びやすくなりますのでね、ぜひ3つご用意ください。後で使っていきますので、手の届くとこに置いておきましょう。角出し結びですから、角出し枕。お気楽屋のオリジナルのこの角出し枕を使っていきます。見ていただくと分かるように、この角出し枕、すごく薄くって柔らかいんですね。この柔らかいというとこがポイントになります。背中は多少なりともお肉がついて丸みがありますよね。そして動く時にもこの柔らかさが背中に沿ってくれて負担もなく、そしてね、角出し枕のシャープなラインを作ることができます。角出し枕にはもう帯揚げをかけておきましょう。そして中心はお気楽バンドの小で留めておきます。そして一番最後、お太鼓を固定するのには帯締めを使っていきます。今日はね、まだ帯をご紹介してないですよね。それには訳があります。今日のこのお気楽屋史上今のとこ一番簡単な角出しは、お太鼓の部分から作っていきます。袋帯のお太鼓部分、ちゃんと見分けてください。今日は私は6通の袋帯を使っていきます。こっち手柄があって柄が切れてる方、こっちが手先になります。柄がずっと続いてる方がお太鼓部分になってきますよ。まずお太鼓部分から長さを確保していきましょう。帯の幅、よくね、二重太鼓するときにも垂れ先の長さ、標準的な長さを取るのに三角に折っていきますよね。それと同じように垂れ先をまず三角に折りましょう。そうするとここ開くと帯幅と同じ長さが首都幅取れてきます。この首都幅を3回パタンパタンと折っていきますよ。これで30センチ、はい、一つ折りました。ここで60センチ、はい、もう一つ折りました。これで90センチ取れてきます。分かりにくかったらこの三角形のまま折っていきましょう。まず三角に折りましたよ。1つ。はい、2つ。
3つ、ここが90センチになります。はい、90のとこ中に折り込みました。パタンと折りましたよ。そうしたらこの90折り込んだとこ、まずクリップで仮止めをしておきましょう。上が動かないようにクリップで一回止めておきます。こんな風に止めておきますよ。そうしてこのクリップのとこに角出し枕を当てていきましょう。角出し枕を当てていきます。もう体からこんなに離れてますのでね、枕がちゃんと真ん中に入ったかな、目で確認簡単ですよね。帯の幅にちゃんと均等に入ってるかな、これも簡単に確認ができます。姿見があればぶら下げてみて、このお太鼓部分がまっすぐきれいに落ちてくれてれば枕も歪んでないよっていう証拠です。挟みましたらこのクリップ留め替えていきましょう。中の角出し枕をこのようにきっちりと留めてあげましょう。これでお太鼓の長さがもう確保できましたよ。あとは胴に巻いていくだけです。胴に巻くときにはいつも通りクリップ一つ留めておきましょう。手先から巻いていきますよ。角出し結びですので手先の長さ長めに取っていきます。手先半分折りにしたら右腕で基本の55センチ前に持ってきたら一緒に押さえましょう。ここから軽く一手足しましょう。足したとこを真ん中のクリップで留めます。手先の長さ決まりましたから折り上げて右の肩に、折り上げたとこ右手で軽く押さえたらお袖を扱って帯の上、左手で背中、右手で迎えに行く、その場で回るです。左脇まで巻いてきたら1回目の引き締め、左手は帯の上そのまま、右手は折り上げた手先の外側、はい、じわーって引き締め、また右手押さえておきましょう。同じように左手で背中、右手で迎えに行く、はい、その場で回るです。2回目の引き締めは右手帯の下、手をかぶせておきましょう。左手は指先で帯の下です。ちゃんと下線揃ってるかなって確認をしながら背中まで、後ろに行くと帯が2枚ありますから内側の1枚をつまんで右手脇に開いてじわって引き締めです。左手離したら右脇まで迎えに行って沿わせていきましょう。手先を下ろしたら真ん中のクリップ右手で取って、おへそと脇の間、下を全部ここ留め替えておきます。はい、持って離しますよ。前にあるのが手先になります。下から頂戴したら左胸の前に裏返しましょう。右手が上、左手が下、一番元のとこ絡んでますよ。この絡みをきれいに開いてあげたら両手が少し前に出てきます。左から上に重ねて半分折り、手先細くしていきましょう。内側に耳が来てるはずです。右手で耳を揃えながらキワキワまで上がってきて、この折り切れないとこ、丸く出てるとこは左手の親指で帯板と帯の間に戻しておきます。右側にあるのが先ほど太鼓作った方ですよ。下から少し細くしたら手先を上に重ねて両手下から握り込みましょう。近くで、あまり離れたところじゃなく近くで握り込んだら引き締めです。右手は右の方、左手は左の方、引き締めたらひねりましょう。手先が左脇に来ますよ。下のクリップを取ってここ止めておきましょう。
はい、そうしたら先ほどもう形を作っておいたこの角出し枕の紐、折り上げの中に入ってますよね。これを掴んだらお太鼓の上線に乗せるだけ。はい、そのまま後ろ行きましょう。下の方がいいですよ。結びやすい位置で仮結びをしておきます。ほら、もうできてきました。帯締めです。手先はね、後から入れていきますのでね。帯締め、このようにポイントがあるとき、こっちにポイントがありますよね。ポイントがある方が右側に来るように。ここの帯の長さ、もうね、長さ決めてますよね。パタパタパタと3回折った長さですので、どなたがやっても帯締めは外掛けの方が簡単だと思います。内掛けにすると、ちょっとのかかりの時には落ちてしまったりしますよね。今日は一番簡単な方法ですのでね。自然にも手を下ろしてとこ。垂れ先から約20センチになると思います。そこに外掛けにしたら、はい、上げてくるだけですもん。何も考えずに、シュルシュルシュルって上げていきましょう。はい、そのまま後ろ。結びます。一回結んだら、必ず右と左を持ち替えて、差し込んでおきましょう。そしたらもう上のクリップは取っていきます。この段階ではちょっとカパカパしてますけども、前で結び直すのでね、大丈夫です。はい、角を留めてたクリップも取りました。3つ取れたな、確認をしましょう。はい、そうしたら、この角を中に入れていきます。ほら、もう角出し。垂れ先を作ったり、長い時タックを取ったり、ちょっと手がつるなっていう時ありますよね。そんなことせずにもう出来上がりです。これで回していきましょう。右の袖を上げたら左脇。帯板はつかみませんよ。持ち上げて、はい、回すだけ。結び目がだいたい真ん中に来たなって思ったら後ろ確認です。お尻に対してちゃんと入ってるかなって確認をしましょう。先ほど言ったようにまだ枕の紐ここで結んでないですから、背中ちょっとカパカパしてますよ。ここから沿わせていきます。横から見ていただくとよくわかります。この柔らかい枕の威力です。まっすぐではなく斜め45度下ぐーっと引っ張りましょう。背中がぴったりとくっついてくれます。はい、そしたら帯の上です。はい、ここで普通に結びましょう。ギュッギュッギュッて結ばなくっても背中はもうぴったりとくっついてくれます。はい、ポンと引き抜いたらこんなに緩いですよ。この緩いものを指先で結び目のとこしっかりと入れてください。そして脇までしごいていきましょう。スーッとしごきます。反対もシューッとしごきましょう。ここで結んだものが指先ですから、この辺まで、帯の真ん中ぐらいまで入っています。そしたら帯締めが最初です。仮結びしてますのでね、これ落ちるともう太鼓落としてしまいますので、このまま結び替えていきましょう。たるみをきれいに後ろまで押していったら、のし目結びをしていきましょう。両方親指内々ひっくり返しましょう。ご自分の右だけ動かしますよ。右を左の上に、右に来た方上から入れて一結び、結び目の近くで握り込んだら前に引くと余裕が出てきますよ。ここをぐっと締めましょう。右に持ってる方、左の下に預けて、右に来た方、下から入れて
はい、押さえましょう。もう指一本でこれ絶対緩みませんよ。はい、また押さえましょう。はい、指が出るまで引いてきたら、金目が左金目、房はちゃんとのし袋のように上を向いてくれます。のし目結びのいいとこは、このようにちょっと硬い帯締めもキワキワまで綺麗にできるというとこです。そして帯揚げです。帯揚げも最初にもう枕に綺麗にかぶせてお気楽バンドで留めてありますので、もう脇までね、何にもしなくっても綺麗ですよね。今日はちょっとツヤのあるツルツルする帯揚げですので、下結びしたら二重掛け、金目にもう一回通しましょう。これでもう安心、緩みません。下結びして整えます。空間にちょんと置いたら余ったとこを入れるだけです。しごいていきましょう。耳に聞こえるままに指を動かしていただくと、同じように必ず出来上がりますよ。余分なとこを触らないことがポイントです。これでお気楽よ師匠、今のとこ一番簡単な角出し結び出来上がりです。この方法だとどなたがやっても帯締めを当てる位置は同じ、そしてね、当たりをつけるとこも皆さん一緒ですから、帯によって違うっていうことないですよ。ぜひチャレンジして角出し結び結んでみてくださいね。お気楽屋の着物着方教師でした。